おはようございます。じゅんやです。今日はちょっと朝早いんですが、今からコインランドリーに行ってきます。あ、そういえばこの辺の街路樹、まだ青学の南の方は街路樹は残っているんですけれども、青学の南っていうのは正門ですね。正門の北側の方はもうすっかり刈り取られてしまってますね。そしてそろそろ植え替えが入るのか、この辺掘り返しされてますね。新しくなんだっけかな、欅の木が植えられるそうなんですけども、それの準備でしょうか。スパイラルホールで花人間展っていうのをやってるそうです。光聖野さんという方の個展、10月10日まで。表参道駅の上にあったライジンの R 番地、もう解体されちゃってて、もう完全に整地されてますね。次何ができるんでしょうか。ここって表参道駅のちょうど真上にあたってめちゃめちゃいいスペースなんで、いろいろイベントに使いがいがあると思うんですよね。新しく建築された青木グループのビル、まだ時計は動いてなくて12時を指してます。本当の時間は8時4分。コミューン246のあったところはどうなってるでしょう。入り口のちょっとちっちゃい建物は外枠だけ残って、あ、もうこの辺壊されちゃってるな。この辺もそろそろ壊される感じでしょうか。あ、もうほぼほぼ更地にされて、この辺にあった壁も取っ払われちゃってますね。そして入り口のところにあった建物も、歩道側はちょっと残ってるんだけど、なぜかこの辺だけが壊されてます。さあ、本当いよいよコミューン246は痕跡もなくなくなりそうな雰囲気です。なんかそろそろ寒くなってきたんですが、半ズボンにアロハです。完全夏仕様です。まあそりゃ寒いですよね。さあ、コインランドリー到着しました。それではカメラオフです。お、今日は空いてるな。ポルシェセンター青山の裏側にある駐車場のところに設置された電光掲示板はついてないですね。ちょっと車の騒音が賑やかだってことで、近隣の住民の方々が静かにしてくださいっていう訴えを起こしている電光掲示板があるんですけど、この時間はまだついてないですね。あの訴えがどうなってるのかちょっと気になってるんですけど、なんかニュースにもなってないみたいなんで、なかなか追っかけられないんですけど、どうなってるでしょうか。洗濯終わったんで戻ります。そして雨も降ってないみたいですね。よかった。時間的にこれから出社だっていう方々が多いのかな。結構人が多いです。あの QR コードは何なんだろうな。まあ QR コードを読み取ってアクセスしてくれってことなんでしょうけど、そんなやすやすと手に引っかからないです。表参道の B1 出口のところにある屋根のところなんですけど、おそらく246沿いに工事の資材を置いて、そこからこの屋根を伝って今、見えてないんですけど、この更地になっているところに資材を運び込むための一時的な通路の役割で屋根を設けてるんじゃないかと思うんですよね。表参道駅から降りたあたりっていうのは人通りが多いんで、人の流れを止めずに246号から屋根を伝って資材を持っていけるというメリットがあるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうね。ここね、ここ、この屋根なんですけども、246からこの屋根を伝ってここの工事現場に資材を受け渡しているんじゃないかなと思います。ここにも謎の QR コードがありますけど、あえてその手には引っかかりません。だいたい分かってるんですけど、ここのカップケーキ屋がなくなっちゃってるなと思いきや、なんと解体ですね、ビル自体。無限キティちゃん。無限キティちゃん終了。ワクチン接種センターだって。